どこに行く？連れ戻してくれた。本当にせがれがいなくなった時はどうなることかと。やめろ父さん、みっともない。ナンバ、お前もだ。すいませんボスさん、俺ボスさんが魔物を引きつけてくれなかったら。それでこそブルネン家の跡取り。いや、それよりもよく無事で、無事で。家で息子の帰宅にしては随分な感激ぶりだね。いいじゃないか、たまにはこういうのも。ところでモリッツさん、それとボース。何かな、錬金術師殿。損壊における私たちへの言われなき糾弾はもう解消したものと考えてよいのかな。外界の魔物も実際に言ったことだし。ああボス、俺の糾弾が誤りだったことを認める。そうかなら問題ないな。いやはや、その説はちょっとした行き違いで飛んだ嫌疑を。いやいや、誤解が解けてよかった。ついてはご霊息を保護し連れ帰った謝礼について話し合いたいのだが。とりあえずこの程度ではどうでしょう。これはちょっと桁が多いのでは。何を言われるやら、大事な跡取りを連れ帰った謝礼ではありませんか。それは確かにそうだが。ライザー、しばらくしたらみんなで裏手の離れに来い。頑丈な鍵がかかってて入れなかったあそこだ。俺も簡単には近づけさせてもらえないが、3日以内にはどうにかして鍵を開けておく。わかった、こっそり行くね。ああ、絶対に見つかるなよ。どこに行くの？よし、行くぞ！どうしよっかな。どこにしよう。どこに入れようかな。
どこに入れ、さあ何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな、何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだよか。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうだよ。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。とりあえず、なんか入れちゃおうか。次はどうしよっかな。何をしようか悩んじゃうな。ちゃんと考えないとね。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いい。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。何を入れるのがいいかな。わっ、何かが触りそう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。わっ、何かが触りそう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。さあ、何を入れよう。
あ、何を入れよう。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。どれがいいかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。どこにしよう。どこにしよう。どこに入れようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れよう。どこにしよう。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れよう。何を入れるのがいいかな。どれがいい。これでいいかな。さあ、どうだ。できた、バッチリ。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じか。さあ、何を入れよう。いいもの、できそう。さあ、何を入れよう。さあ、何を入れよう。わ、何かが変わりそう。どうしよっかな。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。やった、できた。
休んじゃおう。どこに行くの？ふぅ、休まるね。おう、どこに行く？よし、行くぞ！来たな、こっちだ。ついてきてくれ。ここだ。ブルネン家では湖の離れと呼んでいる。水、海？泉じゃない。この光る玉自体から水が湧き出てる。湧き出た水は昔からある地下水路を通じて水源の滝として流れ落ちている。清水をあふれさせる渦巻く白と輝く青、クリント王国の古式ヒグカ。モリッツ氏が高台の調査に激怒した理由だな。これがあの森から奪われた水なんだ。これが、この玉が村の水源だったっていうのか。今までずっと使ってた水が、信じられねえ。一体どうしてこんなものがここに。島の人たちがクリント王国の子孫だから。いや、この玉が離れに据え付けられたのはもっと最近だ。それまでに村の水源は枯れていた。水が不足してた頃は水路のあちこちを塞いだため池でなんとか水不足を補ってたって聞いたことあるよ。島はすぐ下に岩盤があって、ろくに井戸も掘れねえしな。ずっと昔には普通に水が湧いてたらしいが。そういえばお父さんも、麦ができるようになったのはほんの何代か前だとか言ってたっけ。それまで島の人は乾きに強くて地面から水を集める空間フルーツばかり育ててたんだってさ。これは数代前のブルネン家の人間がどこからか持ち帰ったそうだ。それ以上のことは聞いていない。あの森からキロたちを王連族から奪ったもの。抜け抜けとこんなところに据えつけて、ブルネン家は村での牽制を得てきたんだ。こんなもののせいで。待て、あんたが、なんであんたが止めるんだ。王連族なんだろう。そうだ。しかしおそらくこれを壊せば即座に村は水を失う。今、感情に任せて動くべきではない。リラさん、ありがとう。じゃあ、俺はどうすればいいんだ。俺には、何ができる。ボス、その、弾を持ち帰った数代前の人の話、モリッツさんに聞くとか、詳しく調べられない？できなくはない。思うが、そんなもの調べてどうする。うまく説明できないんだけど、何かをうっすらと感じるんだ。物事のつながりみたいなものかな。この玉をたどっていろんなものを調べていくうちに解決の糸口がつかめる気がする。そうだな、リラの言う通り水の問題もある。請求に動かず着実に片付けていこう。うん、クリント王国の錬金術がやったことだし、同じ錬金術師としちゃ
放ってはおけないよね。そうだな。どこに行こうかな。よし、行くぞ。アンペルさん、手が痛むの？ん？ああ、いや、久方ぶりに門を見つけたり、水源を枯らした古式秘具のことを知ったり、錬金術師としての心が少し動いてな。それにしてもお前のあれはいい宣言だった。私の宣言？ああ、クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としちゃ放ってはおけない。私でもなかなか言えない素直な言葉だったよ。そう言わせるだけの行動力がお前にはあるんだな。アンペルさん、やっぱり手を直したい？さっきのことを抜きにしても、天井知らずに成長してゆくお前を見て悔しくは感じているよ。え、成長って そうなのかな。ライザー、あまり男の愚痴に付き合うな。お前までクラサに毒されるぞ。愚痴、せめて嘆きと言ってくれ。どっちでも一緒だ。まったくみっともない。相変わらずアンペルさんには容赦ないな。私に何かできることはないのかな。
どこに行こうかな。よし、行くぞ。よう、ライザー。あ、レント、またお父さんと喧嘩？ああ、この程度ならなんてことないって。普段は魔物とだってやり合ってんだぜ。最近は結構相手ができるようになってきたし、そのせいか親父の態度も妙な感じに変わっててよ。妙って何が？妙は妙としか言えねえが、そうだな、頭ごなしな感じが一歩引いたみたいな。怖がってるとか？あの乱暴者がまさかな。でも俺が島の外を出歩いてるとか、竜を倒したとか噂は聞いてるだろうし、なんか思うところがあんだろうよ。向こうが引いてる間にどんどん強くなってやるさ。どこに行くんだい？よし、行くぞ。あれってレントとボース？喧嘩してるわけじゃなさそうだけど。おーい、ライザ。よう。珍しい取り合わせね。二人で何してるの？してるというか、話してるというか。レント。わかってる。そう怒鳴らなくても言わねえよ。何？もしかして内緒話だったりしたの？あんたたち二人が？俺は帰る。ライザ、例の弾がどこから持ち込まれたかは今父さんに家路を調べさせている。分かったら連絡する。あ、うん、ありがとう。拍子抜けしたような顔だな、ライザ。まあ、今までは顔を合わせるたびにだったからね。でも、こんな感じの方が絶対にいいよ。そりゃ、そうだな。ところで、やっぱり二人で何を話してたかは言えねえ。男同士の義理ってやつだ。変なの。でもそういうのもいいかもね。どこに行くんだ？よし、行くぞ。ごちそうさま。それじゃ、たまには家に帰って農作業でも手伝いますか。ライザ、ちょっと聞いてもらっていい？いいよ、聞くって何を？
私のフルートのこと。フルート？最近はみんなの前で演奏しても肩の力が抜けてていい感じだよね。ありがとう。でもまだお父さんには話せてないんだ。聞かせてないじゃなくて、まだフルートを吹いてることも話せてないの？うん。そこまで隠し通すのもすごいけど。そろそろ聞いてもいいかな？どうしてそこまでお父さんに隠してるの？そうだね。実は、お父さんは私がフルートを吹くことに反対なんかしてなくて、私が勝手に隠してるの。え？私のお母さん、体が悪くて遠い町で療養してて、小さい頃は私もお母さんと一緒に暮らしてたんだ。フルートの基礎はその頃お母さんに教わったの。今よりずっと下手だったけど楽しく吹いてた。何年かぶりに行商から帰ってきたお父さんを加えて3人だけの演奏会をしたこともあったよ。行商人さんって年単位で家族と別れなきゃいけないんだ。うん。何年か前、私もお父さんと旅をする側になって、お母さんを置いて対象に加わったんだ。旅に出たばかりの頃は、私も隠したりせずフルートを練習してたんだけど。ん？私のフルートを聞くと、お父さんがとても悲しい顔になるって。どうして？三人で開いた演奏会を思い出させてしまうのかも。お母さんと離れてる寂しさをかきたててしまうのかも。そう思ったら私はお父さんの前でフルートを吹けなくなった。クラウディア。それからずっとお父さんに隠れて一人で練習するだけだったんだけど、ここで私たちに出会った？うん。ライザたちと過ごして、あの異界の夜、演奏を聴いてもらったみんなの顔を見て感じたの。私の演奏は人を慰めることができる。だから、いつかお父さんにも音を届けて、悲しさを晴らしてみせる。決意表明ってやつね。うん。応援するよ、クラウディア。どこに行くんだ？よし、行くぞ！タオ、何熱心に読んでるの？うん、ちょっと待ってね。区切りの儀礼は、ああやって終わりと。うん、ここんとこ家の古書を分類してたんだけど、だんだん分かってきたことがあって。分かったって何が？どうも僕のご先祖様は何かの儀式を取り仕切る役割をしてたみたいなんだ。儀式って、麦狩りのお祭りみたいな？どうだろう。お祭りそのものの記述はほとんどなくて、儀式場の補修とか管理の手順ばかり載ってるんだ。
様って雑用係だったんじゃないの？まったく、ライザにはこの知的な作業の面白さがわからないんだよ。ごめんごめん。それでクリント王国の人も神様へのお祈りとか麦狩りのお祭りをやってたの？さっきも言った通り、お祭りの記述はほとんどないんだ。ただああしろこうしろって意味の指示を出す仕草が大体どこにも載ってるから、これをマスターしとけば全体の理解が早いかなって。古書の解読ってのもただ読むだけじゃ済まなくて大変なんだね。どれを使おうかな。面白いもの作っちゃおう。できるかな。やった、できた。このボトルをいくぞ。森なら魔物以外に危険な生物もいるだろう。注意を怠るな。これならいけるよね。今だ。行くよ。今だ。ライザだ、隙を作って。ライザ、そこやってみろ。いくよ。そこくれてやる。次に行こう。まだ、おーちょっと。取れたよ。こんな感じでいいか。木を見つけるだけなら簡単だぜ。これならいけるよね。いくよ。今だ。そこ。はっ。ちゃお、しっかりね。これを使おう。まだまだ。そこだ。次に行こう。取ってきたぞ。こんな木でいいのか。いいかな。どこに入れようかな。
こにしよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。いいものできそうだ。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。うおいい感じ。さあ何を入れよう。うおいい感じかも。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。うおいい感じかも。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。さあ何を入れよう。ちゃんと感じ。さあ何を入れよう。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。考えないとね。何をしようか悩んじゃうな。さあ何を入れよう。うおいい感じ。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな。何を入れるのがいいかな。うわいい感じか。何を入れるのがいいかな。さあ何を入れよう。さあ何を入れよう。うわいどれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん。こんな感じかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。何を入れるのがいいかな。いいもの。何を入れるのがいいかな。
おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。とりあえず、なんか入れちゃおうか。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ、何を入れよう。いいもの、で、どれがいいかな。これで、さあ、どうだ。できた。バッチリ。少しは成長できたみたい。どこに入れようかな。さあ、何を入れよう。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうだ。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じ。さあ、何を入れよう。何かが変わりそう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。ちゃんと考えないとね。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。これでどうだ。さあ、何を入れよう。どれにこれ。さあ、どうだ。じゃーん、こんな感じかな。深刻な顔してるけど、何かあった？ピア、フィルフサの侵入を阻むために水没坑道を再び水で塞げないか検討していたんだが、水が引いた経路と逆に漏れ出す経路を正確に調べないと迂闊に手も加えられないと結論付けた。一箇所に水を引き入れたら今度は別の道が開いたってことになっちゃ意味がないからな。そもそもだけど、なんで急に水が引いたんだろうね。それだが、私は一つ妙なつながりを感じている。つながり、理屈としては明白に思える。湖の潮流が変化し、外界の魔物が入ってきて不良が発生した。門を起動させた遺跡の崩落も、水没坑道の水位の変化も、おそらくは同じく潮流の変化によるものだろう。あとは開いた門からフィルフサが這い出てきて、それに反応して古城の竜が召喚って流れだよね。ああ、つまるところ、すべての事態を引き起こした根本の原因は湖の潮流の変化だ。理由は何だろう。というか、それも何かの一部みたいな気がする。私が教えようとしたことを先回りされたな。以前もお前が話していた物事のつながり、それは錬金術師として万物の因果を捉える才能だ。お前もそろそろ私と肩を並べつつあるな。そんな、いきなり褒められても照れちゃうよ。君の悪い声を出してないで、もっと励んでくれ。お前には重い責任が課せられると言いたいんだからな。古式秘具の出所次第じゃまた大変な冒険になる。なんてことない場所にあったとも思えんからな。そっか、なら私としては
錬金術の腕を磨くのが冒険への備えってことになるよね。頑張るぞ。ライザ、ちょっといいか。ライザ、お前に依頼したいことがある。依頼？私にってことは何かの調合？ああ、ここに記されているものを作ってほしい。あ、リラさん、これ昔医療施設と思われる遺跡で見つけたアンペルの腕を補助する特別な器具のレシピだ。クリント王国の貴族や将軍が使っていたものらしい。いつかこれを作れる者が現れたら頼もうと思っていた。確かにこれなら。あ、でもリラさん、これを調合するにはいろいろ欠けてるものが。それを見ただけでわかるのか。本当に錬金術師としての腕を上げたようだな。そう、調合するには欠けているものがあるのだ。だがそれは、私はこの辺りでは見たことがない。実はこの辺りでは最初からないのかもしれん。え、それじゃあさすがに調合するのは。私もそう思っていたのだが、一つ思いついた手がある。採取地調合器だ。採取地調合器？あ、そうか！あの中は、こことは全く違う世界だ。ひょっとすると、必要な材料があるかもしれん。もちろん、材料がある保証など全くないが、今はこれにかけるしかない。わかった、試してみる。でも、あの、リラさん、調合は頑張ればできるかもしれないけど、アンペルさん当人は、その、クリント王国の錬金術を頼ることに抵抗とかあるんじゃないのかな。よく見ているな。その通りだが問題ない。私が何としても説得する。しなければならん。あいつは、クリント王国が錬金術で犯した罪業を同じ錬金術師として心底から嫌悪し悲しんでいる。それは少しわかるかも。だろうな。クリント王国の錬金術がやったことを同じ錬金術師としては放っておけない。お前は明快にそう宣言できた。アンペルはそれと表裏一体の裏側の気持ちにとらわれているんだ。ライザ、私はお前のような人間をずっと待っていた。あいつ、リラさん。わかりました。やってみせます。頼む。あいつは長い間、重荷を背負い続けている。助けて。Thank you.
かなかいい感じじゃない？なるほど。